やはりちゃんです。今カラオケに来てるんですけど、もう3時間も歌って声がカラカラなんですけど、ちょうど今せいちゃんが漫画を撮りに外に出たので、急遽なんか面白い企画できないかなと思って今考えたアホな企画をやりたいと思います。でこういうところって、まあ、そういう、ね、変なことしちゃダメじゃないですか。なんですけど、私がせいちゃんに勘違いさせるようなことをしたら多分混乱すると思うんですよ。混乱させといてせいちゃんの理性は保てられるのかっていう検証をしていきたいなと思います。それではやっていくぞ。あれ、歌わない。もうちょっと喉が喉痛い。もうちょっと枯れてきちゃった。喉痛い。歌いすぎた歌いすぎだろ。歌いすぎた喉が痛いよ。痛い。喉が痛いよ。なんだよ、喉が痛いよ。かわいいな。休憩してるじゃん。読むパリビ孔明面白いよ。読まない。いや、もう歌って。え、これ今何回読んでるの。今8。え、じゃあこれ見たらさ、欲しい。休憩する。休憩する。ちょっと肩貸して。なんだ肩貸して。もうちょっと一人の時間。え、なんでよね。ふたりでいつもリサイタル、いやもうあ歌えねえのか。歌ってろよって。ひどい。どうした。だってなんちかもさ、なんかさ、漫画もいい、別にいいんだけど、漫画読んでもいいんだけどさ、たまにはさ、私の歌を聴きながら聞いてるよ。こうやってこうやってこうやって。聞いてる。あ、そう、うん、ちゃんとこれ歌いながらこうやってやってんじゃん。リッチャーやるとさ、歌聞いてんだろうね。聞いてるって。聞いてる、うん、本当に BGM、うん、じゃあもっと、うん、もっとかばってるじゃん、もっと。今マジ今何もすることない、今フリーな時だな。なんかもういつも歌ってたじゃん、ちゃん。もう死ぬまで、ずっと、もう最後の最後にさ、もう骨の髄まで歌ってたじゃん。でも喉が聞いてわかるでしょ。わかるでしょ。俺はこの時はずっと漫画のタイムで、リッチャー BGM やるから集中したいの。さっきから1ページも進んでないんだよ。 BGM なってた。なってた。うん、そう。じゃあ肩貸して。一言だけで言っていい。一言で言うとマージャーですね。なんでそういうこと言うの。ねえ、いちいちそんなさ、邪魔とか言わなくていいと思うよ。ねえ、産毛がダンスしてる。あんな耳が。あ、ドリルすな。おお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 おいつも始まるパリピ孔明のやつ始まったらなるじゃん。ああ、うん。レレレレレ。なんで何？どれ？どれってレレレレレ。ああ、なんだ。ああ、だいぶ。だいぶ可愛いね。だいぶダジャパン。だいぶトゥーザワールド。フィリピンインザワールド。俺のハーブ。ダイブとジャンパー。ダイブトゥーザフリップ。じゃあ一言言わせて、うん、ちょっとさ、うん、寒いんだよ。寒い。そう、うん、寒いから毛布持ってきてほしいんだけど。毛布。そう、寒いな。なんだよ、もう。え、持ってきてくれんの。別にいいよな。優しい。そういうところだよ、君のいいところは。本当に優しいね。もっと言ってくれ。優しい、待ってるよ。それに、え、しかもこんなでかいってことはやっぱ二人用ってことじゃないかな、これ。こんなでかい毛布は二人用しかない。考えられないよな。来いよ。なんだよ。来いよ。かっこいいな。あったかい。あったかいよ。あったかいな。うんちゃんの気持ちもあったかいよ。ぬくぬくしよう、一緒に。もっといたわってよ。もっといたわって。かわいいな。かわいいね。頭孔明、うん、ね、頭孔明。漫画を読むんじゃなくて、私を読め。なんて読め。私を読め。私の心の中を読め。デブって書いてある。
書いてある。ごめんよ、筋肉マンじゃねえだろって。うんちゃん、うんちゃん感情悪いから多分うちって書いてある。ねえ、肉だと思ってたらうちでしたみたいな。ねえ、ねえ、肉とうちぐらい分かる。分かんないでしょ、うんちゃん。ねえ、あ、なんかここにポツポツポツってなんか赤い点があるけど、何ですかね。あ、なんか BC なんとか注射ここにやった。俺あの注射ここにやったの。みんな肩だけど俺ここにやったの。ピッコロ、そう、クリーミーにわかポツ。しろよ、そこはさ、違うよとか言えよ。なんでうなずかないの。え、待って、マジ言ってる。え、なんで、ちょっと、ちょっと、なんでそんな反応してるの。いや、カラオケだよ。そうだよ。ね、そんなにジャブ生まれだったっけ。やばいって、いや、わかるけど。ヘイデスもちょっと今。え、ヘイデスもちょっと今。え、本当に空気台無しにしないで。空気派手だけに。いいじゃん、いいじゃん、わかる、俺たちだね。いいじゃん、やばい、やばい、いいじゃん、いいじゃん、ちょっとくらいいいじゃん。先っぽ、あなた、ちょっとくらい前顔つつこ。ちょっとくらいいいじゃん、ちょっとくらいかわいいね。ちょっとくらいいいじゃん。待って、俺たちさ、金ね、高校生じゃないからさ。いや、別にそれはね、背徳感があると思うし、まあ、わからなくもないね、そういうところでするっていうのも。そう、私、27だよぜ。マジ言ってんの。おい、マジでやめろ、その気になるのに言ってる。嘘だよ。なんかすげえ筋肉質だったな。なんか筋肉質ならカエルって感じする。カエルって感じ。マジで、待って、マジで言ってる。あのさ、話はそらさないね。そらしてないけど、私がさ、こういうふうに言うっていうことは相当珍しいと思う。いや、だよ。マジで言ってんだったら、まあ、マジで。いや、まあ、だ、いや、確かにね、そういう変わったばっ。俺の股間がこの太ももと同じ大きさぐらいになってしまうさ。いいか。突き抜けるよ。突き抜けるよ。こう、月まで。ポーン、そう、月までいけるよ。ザ・ムーン。マウンテン。マウンテンさ。マウンテン。俺が人類初の宇宙エレベーターを作って。一番欲しいって言われてました。すげえな、ガスにつけてきてよ。マジかよ。で、本当に今そういうこういう風にしてって言うんだったら、マジでやめた方がいいよ、この年だから。27だし。まあ、前でもダメだと思うけど、気持ちはわかるけど、別のところでいいんじゃない、するんだったら。まあ、じゃあ、そういう気持ち。そこまで言うんだったら、じゃあ分かったよ。いいよ、じゃあ。元気なくなったからさ、リアルモード言ってきてくれない？え、分かった。その気持ちは分かったから、ここはやめよ。じゃあリアルゴールド持ってきて。自分でもちゃんと持ってくるんだよ、リアルゴールド。分かった？やば。やばいって言わないで。知ってる。たっぷりとたっぷりたっぷりよろしくね。うわ、ぶねえ、マジ
マジでやめて、本当にさ、俺がさ、うん、いいよっつってたらマジどうすると思う。だからそしたらもう動画になんなかったよ。でもやばすぎる、やばすぎる、本当にやばすぎる。この人え、めっちゃ面白いところ撮れたじゃん。めっちゃ良かったよ。面白かったもんだって。いや、これダメでしょ。いや、頭おかしいよ、マジで。本当に頭おかしいと思うよ。え、そんなことなくない？いや、いいと思うけど、うん、カラオケだよ、うん、いやさ、それがさ、俺さ、常識あるよ。俺、頭おかしいけど常識あるし、うん、そういうことしちゃダメな場所だよ。それでさ、もし俺がさ、それで暴れて、いや、いいよみたいな感じでさ、うん、本当の性格だったら、マジでどうしてたの？やばいって。だからそれ本当にいや、どうするつもりだったの？え、でもノリで考えたの、これ。え、まあ、結構ノリ、ノリスケにも程があるでしょ、ほんとに。え、だってそれでノリで撮った方が絶対面白いの撮れると思ったから。確かに。うわ、すげえな、これ。なんか、誘惑は誘惑だけどさ、これほんと人試されるね。え、でしょ、うん、え、そうだったよ。カラオケっていう個室でね、そうだよね、男女で、ね、感動した。え、感動した。ああ、やっぱりそういうとこほんと真面目なんだなと思って。チョピーン。チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、なんか言えてないで、チャンピオン、チャンポンだ。サビくらってさ、無理やりしないでくるね。だってセクハラした。長崎チャンポン、カラオケでセクハラした。長崎チャンポン。